おはようございます。今日ちょっと西風かな、今日はちょっと早く来てみました。まもなく6時です。ちょっと西風ですかね。今日はね、天気予報が今から崩れるという予報のせいかね、もう昨日に比べると全然ですね、釣り人も少ないです。ちょっと前にですね、今6時17分ですけど、イワシ、はい、サビキでゲットです。これいいサイズですね。トリンが発見です。失礼します。うわー、うぶい、うわー、1ヌード、たった今5分ほど前に釣れたそうです。何センチでしょうかね。じゃんじゃん。やっぱりあるわあるわ。45やな。はーい。見えるか。A だ A。A と言うわ。たった今ですかね。そうそう。6時29分これ。55ぐらいはあるんですかね。こいつで。そうあ、いいですか、ありがとうございます。これでなんかショートバイト多くて、これショアジギロってか全然、はい、これイワシですね。これ今たった今吐き出したそうです。食ってます。はい、なん東向きですね。風裏ゾーンです。はい、こちらも、おすごい太い。これはでかい。これルアーレですね。こっちもルアーレ、すごいすごい。わあ、太い。60近くあるな。多分60、ね、うん、50ぐらい。二平の泉谷さん、これ何時ぐらいでしたかね。5時半ぐらい。5時半ぐらいでみんな見てる時間ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。今日はルアーがいい日ですね。50ちょいありそうな、ね、しっかりした羽です。今ですね、ちょうど今、アブシンゲットです。アブシンエビですかね、これエビですね。はい、何エビ。片口ワシ、今日は入ってますね。はい、今のところね、雨は、アンジュラムちょっと濡れてますね。ちょっと西風強いですけどね。はい、イワシも確認できました。よかった。